さあボス行きましょう。操作は結構ね、もしかしたらコントローラーとかをさ左手にさして、あのモンゴリアンスタイルがいいかも。マウス握って左手コントローラーみたいな。気にするな、今は倒すことに集中じゃ。モンゴリアンスタイル。ファンクションキーがね押しにくいな俺的には。ね、あーちょバカ、エスケープ押しちゃった。1を押そうとしたんだ。おおいいだろう、これも範囲かよ。ジャンプもしや、ちょっと見ていい。危ね、これが範囲で赤いマスを回避しましょう。これが突進で、これイアンクック先生じゃない、ドスファンゴ。これはこれ、ほらこれジャンプじゃない。FF これボスになると縄跳びあるやん。ちょっとボスの攻撃ちょっと見てやりたいので行ってます。こんなもんか。これあーは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 ー、これが範囲。結構硬え、ゴブリンでこの威力か。もういて、これジャンプ、これが範囲。周りの範囲の回転みたいのがあったらちょっと怖いし、スタンがやっぱ役立つ。かなりアクション寄りだね。あ、これジャンプ、これは範囲。あー方向ある、いやモンハン感はあるね、モンハンプラス縄跳び。あスタンした、ナイススタン。でもこれが当たってるな、縄跳び判定。これね横振りね、受け身ある、倒しちゃうべ。押せ押せ、これでもうセーフティーだな。はい、これがダンジョンのボス的なやつです。ランク2のボス、結構まず内容的にアクション性能が高いので、このゲームの評価としてね、マジでね戦闘やってておもろい。アクション苦手な人にはちょっと難しいってなるかもしれんけど、なんかいろいろ職業があるんで遠距離職をやったり、それでもいいかもしれんし、戦士でもうがっつりやるとかもいいしね、得意な人はアタッカーとかね魔法使いでやるとかがいいのかもしれないです。いやめちゃおもろい、戦闘ちょっと見ながらやったけど、お前すげえな、俺が見込んだだけのことあるぜ。しかし悪い、情報よりも強かったな。これは下見をしなかった俺の落ち度だ。どうしたジョーちゃん、顔色が悪いぜ。まさかとは思ったが、こやつはアバリティアじゃ。アバリティア冗談きついな。アバリティアってのは冒険譚に出てくる怪物だろ。あれだよな、神に背いた罪を負いながら時空を超越して生き続けてるっていう。あの強さじゃアバリティアに相違あるまい。
そいつをお前は倒しちまったのか。一体何者だ。これじゃ俺が教えることもすぐになくなっちまうな。まったく頼もしい後輩で嬉しいぜ。ともあれ俺は先に帰らせてもらう。アバリティアが奴一匹ならいいが、もし他にも現れるようなら町へ注意を促さねえとな。じゃあな。あ、後で開拓局に来てくれ。報酬はきっちり払うぜ。あれはどういうことなんだ。お、誰だ。ん、どうした。ん、なんじゃ貴様は。今空から飛んでこなかったか。君はライジャなのか。え、ライジャ、なんぞそれ。この揺らぎはライジャの。いや、でもあなたは何か知っているの。それにしては、うん、決断を下すのはまだ早いか。おいこりゃ、お主何者なんじゃ。さっきからわけのわからんことをつぶやきおって。そうだね、名前くらいは教えておこう。この先長い付き合いになるかもしれないしね。僕の名はメルローフ。ただの放浪者さ。メルローフ。それじゃ。ひそかじゃん。しかし妙なやつじゃったな。よいか、ああいうやからに絡まれても無視を決め込むんだぞ。少々親切にされたからといって気を許してみろ。つけ込まれるに違いないわ。なんじゃ、わしをじっと見て。それよりあやつ、ライジャとか言うておったな。ライジャ、ライジャ、ライジャ、なんか聞いたことあるような。あー、ダメじゃ、思い出せん。とにかくあれじゃ、忘れんうちにジェイクに報酬をもらわねば。行くぞ行くぞ。だ、あれだね、エヴァのさ、カオルくんみたいな人出てきた。方針演技でいう進行病の枠かな。めっちゃ元気な人いる。これが MMO。 はい、ということでですね、このゲームちょっとコメント読みタイム入りたいと思います。のっちんどう、このゲーム伸びそう。いや、このゲーム神ゲーの雰囲気してます、今のところ。まずやっぱり期待されしていた MMO というところでですね、こういう風にね、人がねいてね、カメラの目線もねもらいまして、いい目線ですね。でキャラメイクがめっちゃいいっていうのがあるんですけど、それプラスこうアクションがねいろいろあって、スタミナの概念もあるんだけど、まあ戦闘が楽しい。原神と比べると、原神は結構なんか属性爆発だけど、こっちは本当にアクション、モンハン寄りでも少しあるかな。でさっきのボスみたく FF14 みたいな縄跳びもありつつ、結構モーション見切る系だから、原神よりなんかモンハンに近い方寄りのアクションなんで、アクションとしては多分原神よりむずいのかもしれないかなということです。でプラスこのクオリティ高いものと、まあ MMOそしがあるんでね、めっちゃおもろいです。これはやります。やるんでぜひともチャンネル登録よろしく。足伸びそう、マジでいいな。クオリティも高い。やっぱりね、開発期間長くかけてるだけあるわ。ガチ流行りそう。あとはまあそこら辺のね、 FF14 の層とか原神の層とか、まあ他の RPG でいうとリネレボとか、まあクロサバとか
ドラクエ10とかやってる人にも触ってほしいみたいな感じがあるね。まああとはその初動だな、初動次第。崩壊スターレイルもまあ売るしなってとこだと思います。であとその難易度が多分ね結構いい感じに調整されてるんで、魔法使いとか、まあ、上級なんだろうね、ギミックを全部かわしてっていう感じ。あ、ここ戻れんの。スマホでも出ればマジで派遣だったな。さらに献身的な。でちょっとだけまあ見るとクラスを見たいんだけど、すげえあれショタガッツできるな。ガッツ2キャラ作れるんだ。でもでかいやつがいい、ガチムチがいい。ほえ、ほえ、はあ、男キャラでやるのもいいかもしれない。スマホでダメだろ。まあむずいだろうね。じゃなくてまあその流行るためにね、幅広いプラットフォームでやるためにスマホでやりたいという意味です。パンツどっちにしようかな。あれさっきブリーフじゃなかった？はい。で、これを見たかったんですけど、イージスファイター、ツインストライカー、ブラストアーチャー、スペルキャスター、ヘビースマッシャーってあるね。なんでそこら辺もいろいろ幅があって面白そうです。今俺がやってたのはツインストライカー。二刀流、このキャラ。アーチャーが回復とか範囲とか、まあ、技巧派とか言ってるんで、これがまあヒーリングアローがあるね。っていうとこです。ガチで男キャラでやろうかな、普通に。ガチムチすぎたんだけど。ウケる。職業はあとアップデートで増えるだろうし、まあ、おもろいだろ、これは。かなり期待してます。まずベータをちょっとだけやった結果なんですけど、普通にめっちゃおもろい。この時点でもおもろいから流行るポテンシャルあると思います。あとはパーティー系があるからね、こっからね。ほうほうほう。あと他の要素もちょっと見たいね。チーム、これがギルドか。そんで ここら辺があるね。調査がクエストで、上級クエで、ラッシュバトル、仲間と協力し全エネミー撃破。あー、タワーディフェンス的なのもあんのかな。制限時間に全部倒す。 EX は上位版で、タイムアタックとかね、スコアアタック、連綿の塔とか。なんかクエスト発生した。そんな感じでいろいろコンテンツがあるんで、めちゃくちゃ楽しそうです。リードボスは夜だと思うよ。なんか時間決まってんのよね。ここが怪しいね。ちょっとリードボスも見たいんでまた配信しますし、今日もちょっと後でやるかもしれないかな。ということで、めちゃくちゃ期待の新作、かなりクオリティはいい。これ流行りそう、流行りそう。あとマジで初動なんだよな、ね、MMO は。というところです。課金ゲーですか。いや、課金ゲーじゃないというふうに運営さんの放送では言っていて、課金要素が一応まずこのキャラクターのスキン、見た目とかで、多分あとは予想では
まあ、情報あったらちょっとコメントで欲しいですけど、予想では、武器。武器が、このね、特攻とかのパーセンテージが変わったり、スロットが変わったりするので、武器を作るときに、大成功確率アップチケットみたいな、そこら辺が課金かもしれん。ただ、武器も素材がいるのと、まあ、大成功運なので、課金しなくて運いいやつは最強の武器を入手できる。っていうことだと思います。楽しみ半分、不安半分だったけど、これなら楽しみになってる。いや、マジで。普通にめっちゃできいいじゃん。っていうことです。あとはシーズンパスあるって言ってた。そうね。多分そのバトルパス的なものと、衣装と、まあ、スキン。あとなんかスタンプとかが課金にあるそうで、まあありそうなのはその武器の錬成に使うチケットと、あとマウントですかね。乗り物はありそうだよね。っていうとこなんで、なんかその課金でその赤い玉とか緑の玉とかを買って、あの諭吉を入れたらレベルが上がるゲームみたいな、そういう課金ゲーではないので、そこら辺は多分安心していいと思う。運営さんが、まあ、言っているので、いやー、かなり神ゲーな予感がします。俺もリネレボとかやってたんだけど、リネレボとかさ、まあメメモリとか何でもいいけどさ、ここら辺はやっぱさ、お金、諭吉がレベルじゃん。こっちは諭吉がレベルではないので、まあ武器がちょっとだけって感じ。なんで、まあ流行ってほしい期待のゲームです。出たらやりますんで、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、またあります。ちょっとベータ期間中ちょいちょいやるし、いや、おもれえわ。動画も上げよう。これはいけるので、また見てください。ありがとうございました。最後に高評価押しといてください。高評価忘れちゃうんで、よろしくお願いします。それでは、のっちん TV でした。ありがとうございました。また次の生放送や動画でお会いしましょう。またな。バイバイ。